右腕が、動きません。ということで今回もマリオカートエイデラックスをやっていきたいと思います。今回もインターネットで国内の日本人をボコボコにしていきたいと思います。今回は右腕が全く動かないけど1位を取っていきたいと思います。わかんないけど、このジャンプマン8歳っていう人の実況をしていきたいと思います。最低詳しい回答。ジャンプマン8歳さん、ヘイホーを使っていますね。さあ、私はね、この人を応援していきたいと思います。なんで私こんな知らない人の実況してんだよ。ふざけてるわ。まあ、でもジャンプマンさん、だね。ジャンプマンさん、このステージはですね、打開が強いステージだから、しっかりコインを集めながら打開をしてほしいです、ジャンプマン。あ、ジャンプマン頼むよ。8歳らしいね。8歳でこの時間でマリオカートはなかなかすごいわね。頑張ってちょうだい。いや、私この人マジで応援する。マジ頑張れ。今2位だけど。いや、サンダー振っちゃうか。サンダー振っちゃうけど、ま、仕方がなしえチャンネル。いや、頼む。多分ね、この人ならいける気がする。この人なら絶対に私はいける気がする。頑張れ、ジャンプマン。まだね、最後の最後でね、このステージ決まるから全然いけると思うよ。落ち着くことが大事。落ち着くことが一番大事よ、ジャンプマン。いける。君なら絶対にいける。私あなたを信用しているわ。2位でしょ、今2位。あともう一人抜けば、あんたの勝ちよ。いや、ワンチャンある。1位のやつ事故れ。1位のやつが事故ったら、お前が事故ってどないすねん。落ちてなしえチャンネル。まさかの落ちしなかった。いや、まだワンチャンある、ワンチャンある。いや、クラクション弱すぎる。赤コーラ惜しい。いや、2位か、2位か、3位か、3位か、うわ、3位だ。いや、2位？あともう1位です。あともう1位です。あった。まだあともう1位です。ジャンプマン、いいね。雷軽減、雷軽減ガチ強い。ワンチャンある。ジャンプマン、ワンチャンあるぞ。1位ワンチャンあるぞ。お前頑張れ。青コーラかわしてる。いいぞジャンプマイキー、頑張れ。お前ならいける。私はあなたを信じている。あんたが1位だ。落ちんなよバカ。危ない、めちゃめちゃ危ない。あとは逃げるだけ。後ろ確認しながら逃げるだけ。頼む、ジャンプマン。いいね、ダブル効果。バカ、ダート踏むな。いやいや、ワンワンかわすよちゃんと。いいね、バナナケツつけよ、ケツ。ナイスナイスナイス。1位だ、お前が1位だ、お前が1位だ。よっしゃー、嬉しい。あたしが実況した人1位になる説、これやっていきたいと思いますな。よーし、やっていくわ。第1レースはあーとお姉ちゃん。あたしあげてねえよボケが。最近詳しい回答。ジャンプマン8歳アンド最強でした。もうね、感動のレースをありがとう。最近はしっかりと、もうジャンプマンガチ面白い。あたし全く知らないんだけどね、あの人のこと。マジで誰ですかあの人。あたしなんであの人のこと親身になってあんなに実況できたんでしょうか。最近はしっかりと。まあジャンプマンはね、あたしの今さっきの味方ではあったけど、今回は敵。明日の友は今日の敵。最近はしっかりと。ジャンプマンどこに行った。多分ね、まだこのレースにジャンプマン8歳いる合間で最下位ら辺にいるわ。いや、マジ人のレースをね、勝手に実況するのめちゃめちゃ楽しい。ちょっと今度からやっていこう。最近詳しい回答。まあこれシングル新回答って3位。で、私がね、右腕を使えない理由を話そうと思っていたんだけど、私がね、右腕が今全く使えない理由としてはね、あのね、昨日ボーリングに行ったんですよ、ボーリング。まあ皆さんボーリングってね、投げても10ゲームとかだと思うんですよ。わかる？みんなボーリングって。ピンを倒すゲームなんだけど、まあね、普通の人はね、行って10ゲームぐらいなんですよ。でも私ね、バカだから、30ゲーム投げました。頭おかしすぎてくさ。マジでね、もうね、腕がマジ動かない。まあ、ボーリング取ったのは昨日だから、今日はあれなんだけど、マジ筋肉痛がえぐい。マジでえぐい。多分今私握力4。4グラムね、ちなみに。うん。4キロもないから。4グラムだから。うん。本当に1円玉握れるのが精一杯ぐらい。もうマジでそんぐらい。で、プロコンは今足でやってます、実は。実はこれ足でやってるっていうチートを使ってるんだけど、設定化しカード2位か。まあ、ジャンプマン、あ、やっぱ青コラ来てる。これ譲られないようにしっかり見よう。羽生結弦選手。はい、譲られません、エンチャーシュー。譲られません、エンチャーシュー、設定化しっかりと。やばい。もうキノコ使っちゃう、これ。いきなりキノコかましちゃって、いきなりステーキならぬ、いきなりキノコ。これ私ワンチャン店作ろうかしら。いきなりキノコ。絶対売れない。私キノコ嫌いだし、最近詳しい回答。キノコ嫌いって書いたら、TikTok のキノコ博士の人に怒られそうだわ。ま、ちょっとぶち殺すぞ、あいつ。最近詳しい回答。
いや私はもうやばい、ジャンプマンまた1位じゃん。あいつまた1位におる。あいつ才能がある、マリオカートの才能。さすがジャンプマン、あんた私が実況した人は絶対1位になる説、これワンチャンある。いやキノコ4つか、キノコ4つ、ちょっと気ま、ちょっとまずいぞ、ちょっとまずくて、いけ、ノビチンゲルニカ、8位うんこ、そして1位はジャンプマン8歳、あなた2連勝です。ジャンプマン8歳、あなたが最強。よーし、やっていくわ、第2レースは頭ツルツルツイスター、私はハゲてねえぞ、ぶち殺すとか、支えていくわ、しっかりと。ジャンプマンマジ最強、あいつ今2連勝中だからね、普通に。あ、え、ここ抑えていくわ、しっかりと。ジャンプマンって誰マジで、なんで私知らない人にあんなに感情移入できるわけ、最強なんじゃない私って。いやマジ人のレースを勝手に実況するの本当に面白い。これね、ワンチャン企画にしよう、また今度。なんかね、今回もなんか適当にやったらちょうど1レース目から始まって、私だと思ったら全然私じゃなかった。まあそういう偶然から始まるね、あの感動の物語を私は作っていこうと思っているから。さ、これしっかりアイテム交換しできてなしえで、まあまあまあ、ちょっと待って、よしよしよし。まあね、これで私が1位取れればもう最強なんですよ。これで私がね1位取れれば、まあジャンプマンと有終の美は飾れると思うんでね。今キウイでしょ、いや、キウイでキノさん、なかなか際どいわね、これ。だいぶ際どいわ、これ。さあ、これ、しっかり取らしてもらえない。やっぱ難しい。やっぱり難しい。でも、挑戦することが大事。私は最強。最低いくわ。コイン0枚、やばい。コイン0枚、めちゃめちゃやばくて、キウイ割りしっかりして、コイン。あ、やば。やば、金玉バリア雑魚すぎるから、しっかり使って、いや、どうしましょう、タイム。これはどうしましょうかね、本当に。いや、10位で目の前めっちゃスターいて。これダブルアイテム取られ、死ね。まあまあまあ、それは言い過ぎて、さすがに言い過ぎ、弱すぎだろ。コインしっかり回収して、いや、まだ全然参る。全然参る参る。つい、どうしよう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 。マジでどうしましょうか、これ、ちょっと待ってよ、どうしよう。本当にどうしよう。11位でしょ、キラー、よし、オッケー。キラー出て、ここで雷回避する予定。で、今、私のね、大好きなジャンプマン8歳、あいつ今1位持ってるから、ジャンプマンの1は、私がかっさらう。ちょ、マジ、なんで私こんな被弾しないといけないわけ、ふざけじゃねえぞマジで。まあ、これで雷振る、これでワンチャン雷もう一回振って、もう一回つか、これで振って回避して、でちょ、こいつしばいていった、あいつだけはしばいて、しれ、まあふざけやがって、ぶち殺されてるのか、カスどもが。オッケーオッケーオッケー、まだまだまだワンチャンある、まだ全然ワンチャンある、全然。すみません、今イヤホンがぶち切れて、私全くマリオカートの音聞こえてないんですけど、これ録画に録音されてなかったら私本当にぶち切れ案件。ちょっと、ま、なんでこんなに、もうなんでこんなことになるんですか、私が、私人のためのことを思って。よし、これワンチャン再開じゃない、よーし、やっていくわ。第3レースはヨッシーサーキット、勝ちます。ここのステージで勝てないと私もう負けです。最低か、しっかりと。いや、ほんとにね、ヨシサキがマジ打開が強いというね、あのレースだし、今回6人とか7人ぐらいしかいないから、しっかりと打開を狙って1位を取っていきたいと思います、最低か。ジャンプマンはね、死ねー俺、いや、さすがに言い過ぎた、ごめんなさい、マジで死ね、最低か、しっかりと。いや、これダブル効果しっかりできてて、ジャンプマンはね、前張り精神強めの人間だから、なんで私コイン0枚なの、マジふざけてるわ。まあ、コインないと打開できないから、コインしっかり、コインしっかり。オーケー、ダブルアイテムしっかりもらって、ゴイ割りいいアイテム、無敵、オーケー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 、かなり悪くない悪くない。いやー、どうなのかしら、7人のさ、編成ってキラーとかって出るのかしら。私、そういうところらへんがよくわかんないのよね、サイテクは。頼む、無敵が来てほしい。いや、リカちゃん弱すぎる、リカちゃんだけは弱い。まあ、コインしっかりもらって、これちょっと、リカちゃん雑魚すぎるから、ちょっと早めに使っとこう。リカちゃん早めに使って、あいつしばく。オーケーオーケーオーケー。黒線のやつしばいて、ふざけんなあいつ、ちょっと待てよ。いや、まだ6位だから全然ある。これちょ、爆砂しまくって、爆砂しまくってコイン、オッケーオッケーオッケー、ダブルアイテム、いやー、まあ取れなくてもいい、キラ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 、なんでやねん、なんでカードマンやねん、ふざけてるわこのゲーム、やっぱり。ちょ待てよ、まだ全然ある、まだ全然、リカー、リカちゃん、まさかの私への逆襲。ちょっと待って、本当にやめて、お前スター引き殺したら本当に私がリアルで引き殺す、オッケー、マジ強いよこのアイテム、結構強くない、え、このアイテム結構マジ強くない、
頼む、サンダーフラッシュだ。いや、まあ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 、まだ全然許容範囲、全然許容範囲。サンダーフラッシュだ、しばく。サンダーフラッシュだ、しばく。絶対入る、いけロンキー伸びろ、ロンキー伸びろ、あいつには勝つ、ジャンプマンには勝つ、絶対ロンキー入る、ロンキー入る、ロンキー入るよ。オーケー、入ってる入ってる、しっかり入ってる。オーケー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 、ロンキー、おい、ふざけ、危ない、私じゃない、マジか、もうふざけんじゃねえぞ、なんで私だけこんなに平手でできるんだ、ぶち殺すぞ、数、おい、もうクソったれ、よーい、ジャンプマンやるな、お前やるな、お前、やー、教えていくわ、最終レース、ジャンプマンには絶対に勝つ、教えていくわ、しっかりとビツクブル、私の2番目に得意なステージと言っても過言じゃない、教えていくわ、しっかりと。なんで今さっきあんなに被弾したんでしょうか、皆さん、ふざけてませんか、本当に、私ジャンプマンにはマジで勝ちたい、私の最大のライバルな気がする、あいつマジずっと1位取ってる気がするんだけど、私の後付け実況プラスでね、マジでずっと1位取ってる気がする、やっぱ最強だわ、私が最初に実況した人最強説、これマジいつか立証したいわね、サイティクはしっかりと。なんか観戦しかできないモードみたいなのはないのかしら、私ずっと観戦しときたいわ、私今マジで腕痛いから、本当にねプレイするというよりは実況がしたいからね、まあ、適当になんか誰かの実況でもしようかしら、最近からしっかりと。いや、私これミスクいこうかな、いや、やめとこう、変なことしてもね、私今回ねうまくいかない気がするの。そして皆さんお気づきだと思うんですけど、雪ドラちゃん声が枯れています、完全に。これラウンド1のムーンライトストライクゲームのせいです、絶対絶対リカー、絶対にムーンライトストライクゲームで私声枯れました、あのイベント面白い割に声めっちゃ出るからね、あれ完全にやらかしち、なんで私スター、なんで私スター、私スターだったのかしら、まあ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 、ワンチャン雷来い、ワンチャンの雷来い、ワンチャンの雷来い、ジャンプマンには勝つ、ジャンプマン、危な、ガチ危ね、なんか私すごく狙われてる気がする、気のせいかしら、気のせいならいいんだけど、私めちゃめちゃ狙われている気がする、マジワンチャンある、マジワンチャンある、ま、赤キノコ、赤コール絶対、わしかよ、わしかよ、やだ、まだ全然ある、死になさい。最後まで見てくれてありがとう、マドモアゼル、 Twitter、Instagram もフォローよろしくな、最後に言いたいことがあるんだ、聞いてくれ、君の瞳に Hey guys